そん時は一言言ってから来てくれ。俺にも守らなきゃならないものがあるからな。分かっています。ですがご安心ください。俺が六代目のうちは沖縄には手出しませんよ。本当だな。ええ、俺は嫌ってほど桐生さんの怖さ知ってます。敵に回したら東条会が潰れちまう。東馬くんの夢は彼が総理大臣になった時にでもやってもらいましょうな。東馬くん、その頃はもう桐生さんもいい年になって、今面倒見てる子供さんたちも今の俺くらいの年にはなってますよ。それならいいでしょう。俺は結構しぶといぜ。そうでした。じゃあ今度はプライベートで四代目。ああ。あのよ兄弟。ん？なんだ。あんたもしかしてあの東条会の四代目ってわけじゃねえよな。それがどうした。え、嘘だろ。四代目っつったらよ、こっちの人間でも知ってるぜ。確か堂島のりって、あんたひょっとして桐生。まあ今度から喧嘩を売るときはちゃんと相手のことを調べてからにするんだな兄弟。はあ、なんかとんでもねえやつと杯交わしちまったぜ。まあそんなこともあるさ。